こんばんは。帰ってきましたので、ちょっと15分だけ。まあ、ちょうどね、帰ってきてばっかり、帰ってきたばっかりで、さっき帰ってきました。とりあえずもう手洗って配信してます。さっき帰ってきました。これだ。明日はね、この時間までレッスンしてますけどね。そうそうそう、まあでも今日はちょっと早く終わったかな。だからそう考えると、てな感じで、めっちゃ足がむくんでいた。やばい、足が 1.5 倍になった気分でも明日ね、ショールームね、もっと遅いと思う。明日多分22時頃かな。そう、もう帰って今日みたいに帰ってきたらもうすぐしようと思ってるんやけど、でも多分22時ぐらいやと思うな。22時前とか、押したら後とかになるって感じ。途中にやる暇は今んとこないのよ。スケジュール的に言うとそうなくて、だから、まあ、できたらどっかでやりたいんだけど、でもちょっとわかんないですね。ちょっとわかんない、微妙。朝とかできたらいいんやけど、ちょっとわかんない。朝で時間あってもちょっとやる気が出ないかもしれない。眠たすぎて。ね、もうちょっとわからないです。すいません。ちょっと大変申し訳ないんですけど、こればっかりはちょっと不定期と言いますか。ちょっとなんとも言えない感じでございまして、そう、ちょっと申し訳ないですけど、ぶっちゃけちょっとわかんないです。なんかムズムズする。今日マジ花粉症の薬を飲み忘れましてね、もう電車の中でくしゃみを連発してたんですけど、すごかった。やっぱ飲み忘れると大当たんごやったわ。やばい、携帯の充電がない。やばい、携帯の寿命が、あくびが出ちゃう。ほんとごめんなさいね。
去年うち花粉だけじゃないからな、もっと。ちょっと。もう昨日本当に疲れすぎてて、もう帰ってもうなんかバタ、ちょっと復習して、今日のリハの復習して、でお風呂もう溜めて、でもうお風呂入ってバーってやって、早くちょっとでも眠たすぎても早く寝ないとって思って、でもうやってたから、そう、何話してたっけ、あ、そう、もう花粉の薬なんて忘れてた、マジで。なんかそれどころじゃなかった、自分でもすごいせか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 やっとったで、ちょっとあれなんですけどね。まあ今日も言うてまだ9時ですけど、もう9時なんでね、ちょっと明日は、明日も投資だしあるから、いろいろ準備とかいろいろやって、やることやって、やることやってたらどうせ日が変わりそうな気がする。やることやって、少しでも早く寝るぞ。もう最近の目標はまず少しでも早く寝ること。ちなみにまだ晩ご飯食べてないから、シュールも終わったら晩ご飯を食べたいと思います。昨日は岩瀬さんが何、活動休止前最後の公演だったので、お弁当を差し入れしてくださったんですよ。そう、そうなんです。昨日は活休前のコンサートだったんです。私のファンの人もちょびっといました。ちょびっと5、6人だったかな。でもちょびっといたのでよかったです。ちょっと声はちっちゃかったですけど、まあまあ仕方ない、5、6人しかいないんだから、250分の5、6人じゃさすがに厳しい。そう、でもまあ楽しかったです。とりあえず全力で頑張ってみました。でも次あるとしたら卒業メンバーのやつだけど、うち多分卒業メンバーのやつ出ない気がするなと思って、うん、っていう話をね、学会でみんなとしてたんですけど、話しててそうだから、とりあえず最後っぽいなと思って、とりあえずイエーイって頑張って、ね、みんな直角サンシャインと最後約束よをやったんですけど、びっくりしたでしょ、サプライズでしたね。約束よマジでいい歌やった。私さ、約束よのさ歌をね、歌詞をと思ってこうやってよく帰りとか聞きよったんよ。聞きよったらなんかうるうるしちゃったよ。でも本番はすごい楽しかったから、めっちゃ笑顔で、それでゆうなの位置から見えるファンの人をめっちゃ見て歌ってました。うん、マジで本当に道の途中でうるうるしすぎて涙出そうになった。でも本番はめっちゃ笑顔でやりました。直角サンシャインも結局多分私人生で2回ぐらいしかしたことがないんですよ。最初はなんだっけ関係者の人たちだけでやった時と、あと初日は確かやった気がするんですよね。うん、でもう活休前最後ってことでやったんですよ。晴れてるけど、でも晴れてるけどやった後にさ雨降っててんな。なんか外雨降ってるって言ってスタッフさんが言っとって、まさかの直角サンシャインやったから雨降ったんかなって言って、いいいいいいってマネージャーさんと喋ってた。
とか2回しかしてない、その初日とそのなんで関係者の人たちなんかメディア向けのやつだけしかやってる記憶がないねんな。そう、久しぶりに踊った。意外に直角サンシャインって難しいんだよね。意外にさ、ああいうの設けたのにさ全然雨が降らなかったっていう、梅雨の時期ですらさ本当に降らなくてさ、あのなんかびっくりしたよね。梅雨の時期ぐらい降るんかなとかってさ思ってたけどさ、なんか全然梅雨の時期もさなんか知らんけど乗り越えててさびっくりしちゃった。え、そんなって思った。梅雨やのにやってる時降ってへんくてびっくりしちゃったよね。すごいなぁと思って。ねえ、晴れ女がおったんかもしれんね。結構晴れ女多い説。しかも直角サンシャイン16人でしかやってなかったから余計にね、だったあれだったかもしれない。うん、ちょっとねまた作り変えないといけないじゃないですか。とかなくなったのか、なんかしれーっとなくなったもんね8人の時だから。めちゃくちゃ良かったですね、最後に見れて。もう雫で16復活はないからさ、そう最後に劇場で見れた人とか超ラッキーやったんじゃない。しかもほとんどのメンバーが揃ってて、なんかさファンの人がさバーって出てきてさ、多分ひーちゃんに驚いてたんやろな。なんかひーちゃんが多分出てくれて、それでえみたいな、すごい何に対してファンの人があんなにざわついとったんかは分からんけど、直角やった後にメンバーが入ってきたじゃないですか。そう、それでさざわざわざわってめっちゃしてたんやけどさ、じゃ何に対してだったか全然分からなかったけど、でも多分真ん中見てざわついてたから多分そうやと思うんやけど、マジで昨日はシンプルにラッキーやったと思う。あ、タワーが立ててる、ちょっと待ってください。あ、間違えた。あ、地道な走り屋さん8タワー、あ、間違えた。ありがとう、ありがとうございます。イエーイ、ありがとう、嬉しい。でも確かに16人で終わりだと思った。まあそうやな、でもまさか最後の1曲のためにねって思ったよね。確かにひーちゃんのような売れっ子が来てくれるとは思わなかったよね、みんな。そうなんですよ、本田ひとみさん本当に売れっ子ですから、本当お忙しくてもう本当に大変そう。すごいよね、ほぼほぼ集まったんかな。結局何人来れんかったんやろ。でもほんまに多分来れんかったん数人とかやったかな。そうだからそう思ったら
めちゃくちゃすごかったなと思って、あんなに揃ったのね、あれはやっぱ嬉しいよね。あ、15分経った。じゃあちょっと終了したいと思います。ちょっと短いですけども、すいませんね、本当申し訳ないです。ちょっととりあえず私今15分以上するちょっと余裕がなくて、ちょっとこの辺で終了させていただきたいと思います。すいません。じゃあランキング見たいと思います。13位ミキティさん、12位ミミリンさん、10位ヤングさん、9位食べ過ぎ飲み過ぎさん、間違えた、10位ね、それが。で、9位が横吉さん、8位ワイズさん、7位トキトピさん、6位タカさん、5位ツッチーさん、4位ユイットさん、3位ナッティさん、2位オカヨンさん、そして今日の1位はニキヨさんです。ありがとうございました。というわけで、私がこの後ご飯を食べたら、ちょっとやらないといけないことを一つずつ片付けていきたいと思います。頑張ります。明日も1日長いですけど、ちょっと配信できる気、どっかでできたらいいんですけど、できなかったら22時ぐらいになると思っておいてくださったらよろしくお願いいたしますって感じだと思いましたんで、はい、そんな感じでしたりました。はい、ちょっともう何言ってるのかわからないですけど、じゃあそんなわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日の配信でお会いしましょう。それじゃ、バイバーイ。